役に立つことがためになっておくかを言ってあげられないんですけど、アカデミーに入る前は、なんていうの、心がすぐ折れちゃったりとか、なんかサイファーとかでも勇気が出なくてあんま出られなくて、フローリアーズのみんなが優しく見守っててくれる中、なんかサイファー出させてもらったりとか、なんかそういうのりさんとか達郎さんとかに相談した時もあって、失敗するっていうことのなんか大事さをその時知ったんですけど、今となったら結構気持ちが強くなった方なんじゃないかなって思ってます。まあ、フロリアーズで、4、5年ぐらい活動してて、まあ、バトルオブザイヤーというイベントを目指して一緒にやっていこうってできたチームだったんですけど、フロリアーズをずっと続くようにっていうのをやりたいっていう風になって、バトルオブザイヤーの1回目に優勝、した時に、次の朝朝食の時にみんなで、まあ、集まってやりましょうっていう話になったのがきっかけですかね。ヒップホップって出会いなんですよ。どうしてみんなと出会えたのか、ヒップホップだし、フロリアーズの方々と出会ったのもヒップホップだし、ヒップホップがなければ今の自分はないなと思って、フロリアーズの皆さんとアカデミー生、卒業生、全員保護者の皆様に本当に感謝を込めます。ありがとうございました。ここで学び得た1年、この気持ちをずっと人生で大事に思っておくことが、思い続けることが多分自分の人生を豊かにすると思います。一生感謝しています。アカデミーに入って6歩とかを基礎でめっじゃあ固められて、そしてからなんかトップロックとかフットワークも上手くなって、だんだんそういうところも好きになってきて、そういうところが成長したなと思いました。卒業生の方がおめでとうございます。よく1年間頑張って、すごいかっこいいなと思います。バトルとかで勝てるようになりたいです。得意じゃない場所を埋めていきたいです。出るバトルにはやっぱり勝ちたいですし、でももっと先の自分の納得いくダンス追求していきたいっていうのが今自分の中で大きいですかね。やっぱりこのフローリアルっていう名前をどん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 伝えていきたいというか、最終的にはなんか僕らがヨボヨボのおじいちゃんになった時に、みんながここでまたその自分たちの下の子たちにダンスを教えてるみたいな流れを、まあみんな、考えてるんじゃないかなっていうふうに思います。最初はすごい経験もなく不安で、しっかりやっていけるのかっていうのは考えてたんですけど、ここはここでいいことをしよう。最後、まあ、アカデミーまでみんなが笑って過ごせたことが、すごく大げさに聞こえるかもしれないけど、とても幸せな思いをさせてもらいました。で、
からいろんな人と出会っていこうと思うんですけど、僕にしてくれたように、まあ、あの人たちの幸せを与えて、それから嬉しいと思います。これで最後ではないんですけど、自分へ。